にゃーにゃんけど、ヤゴーとは、あのマリーさ、なんかインタビューしてたけど、あのなんかヤゴー、あのヤゴーさ、あのなんだろう、英語喋ってる時なんでこうやってなんかさ上向くっていうか、なんか癖があるよね。癖があるし、あとなんかチャンネル作ってなかったね。なんかどこに向かわれてるんですか。ちょっとヤゴどこに行ってる。あのね、団長ヤゴーさんって言いたいんだけど、あのヤゴーから直々にあのさん付けやめてくださいみたいな、あの呼び捨てにしてくださいってね、昔言われたんで、ヤゴーと言ってます。ヤゴーどこに向かってるんだろう。どこに向かってるんだろうと思いつつ、え、なんかでもあの我々の、そうそう、あのな、一番の方なのでね、なんていうの、ホロライブのそのえらい人えらい人なので、そうですね、登録者10万人もう銀盾、あ、銀盾開封配信とかしてほしいね。もしかして自分が VTuber になるために作った組織なんで、そんな、え、どうしよう。多分そのホロライブもいろいろ、あのホロライブプロダクションの中にホロライブと、あとあのホロスターズさん、そう、ホロスターズさんとかあるんだけど、男女ちょっとホロスターズさんちょっと全然関わりはないんだけど、いや、ホロスターズがねデビューしてたら男女ちょっとなんかえーって思っちゃうけどな。どうしよう、でもやりかねんよな、やりかねん、どうしよう。何期生になるんだ、ちょっとごめんね、全然詳しくなくてね。なんかホロスタでデビューとかしてたらどうしよう